おはようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は慈養院和み庵住職浦上哲也さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。今日も浦上哲也さんのお話を伺っていきたいと思います。はいはい。これまでちょっと、まあ特に新しくお寺をゼロから建立すると、そして宗教法人まで、取得するというですね、大変な苦行を成し遂げられた、そっちのお寺の話を伺ってきましたけど、はい、浦上さんもそうだし、坊森さんも、こう二人三脚で、結構、なんだろう、いわゆる普通のお寺の枠にとどまらない、個人の活動も終わりなので、ちょっとそっちの方も行きたいなと思うんですけど。はい。そうですね。なんか、浦上さんもそうだし、坊森さんもそうだけど、なんかよく金子みすゞが登場する、ゆかりっていうのかわかんないですけど、お寺とかその、個人活動をされていく上で、のストーリーで欠かせない、パートになってるかなと思うんですけど、その金子みすゞとの関わりっていうのはどういうものなんですか？そうですね。やっぱり東京仏教学院にルーツがあって、はい。いくつかの授業で金子みすゞさん、あの方一般的には教科書とかにも載ってる童謡詩人ですけど、詩人。実際には仏教詩人と言っていいほど仏教的な詩をたくさん書いてるんですね。うん。で、その授業の、いくつかの授業で、出てきたもんだから、興味持って、本をすぐ買って、うん。みんな違ってみんないいの、金子みすゞです、ね。そうですね、うん。それが多分一般的には一番有名な詩かなと、思いますね。うん、で、本を読ん、お坊さんが書いた、金子みすゞに関する本で、はい。で、それを、自分で読んで感銘も受けて、で、家に置いといたら、うちの、当時は、坊森というか、布教所開く前ですから、妻ですけど、が読んで、で、彼女がもともと舞台役者なんですよ。で、急にその金子みすゞの、自分がみすゞになっての一人舞台のシナリオを書き始めて、で、それで来たって話したら、じゃあどっかやってみようかってところで、で、今、個性的な活動のお坊さん多いじゃないですか。DJ したりとか。そうですね。はい。当時あんまり歯止めが効かないほどになってます、ね。本当に今、この多様性がすごいけど、当時あんまりそんなに変わった活動してる人が、いなくって、15、6年前ですかね。うんうんうん、だからかなり、もう、全国各地のお寺さんに、その、大きな行事の時とかに呼んでもらって、で、そうすると、お芝居の前にちょっと解説してくれとか、法話してくれとか、だから割と僕早い段階で、全国各地の各宗派のお寺で法話させてもらえるっていう、稀有な体験ができて、ね。で、みすゞさんってのが最終的に26歳で、自死で亡くなってるんですよ。ああ、そうでしたね。で、そうすると僕お芝居自体は妻の一人芝居だけど、僕は、埋設とか法話とか音響とか、大道具、小道具で当然ついていくんで、何十回も何百回も、みすゞさんが亡くなっていくシーンを、横で見ていて、で、なんかその死っていうところに、関心というか、興味というか、が、できていった感じですかね。その死もそうだし、その中でも、自死っていうね、ことですもんね。はい。はい、で、その後、だいぶ経ってから、
自死自殺に向き合う僧侶の会っていう長州派の会があって、はい。まあ、最初そこに誘われた時はとてもとてもそんな、重そうな大それた活動はできないと思ったんですけど、うん、でも、みすずさんのことをきっかけにカウンセリングの勉強なんかも一時期したので、うん、それを経て、あ、今だったら手伝、まあ、役に立てるかもしれないと思って、その、自死自殺に向き合う僧侶の会に入会をして、うん、まあ、今なんだか共同代表の一人になっちゃったんですけど、お、ええ。まあ、でも、うん。原点はやっぱりみすずさん、うん、はい。うん、自死自殺に向き合う僧侶の会。はい。あの、自死自殺には、まあ、そこでのケアって二つありますよね。一つには、自分自身が死にたい、はい、という思いを持つ自死念慮者って、ね、はい、言ったりしますけど、自死、死にたいという気持ちを持ってしまう、方のケア。で、もう一つは、実際にまあ、その自死をされてしまった方のご遺族のケアっていう、両方あるわけですか？そうですね。活動が三本柱で、一つは手紙相談で、これは自死念慮者も遺族も、どちらもお手紙がやってきます。うん。あともう一つが、遺族の月に一回の遺族の集いで、まあ、今ちょっとコロナでオンライン化してるんですけど、うん、これは遺族の方が、まあ、なかなか普段、この家族が自死をしたって苦しみを言えなかったり、うん、場合によっては親戚とか近所に隠してる場合なんかもありますんで、うん、それを気兼ねなく話してもらう場。で、あともう一つこれは僧侶ならではですけど、年に一回この追悼、自死者追悼法要っていうのがあって、もうこれがここ数年は200人規模でご遺族が集まって、うん、で、私たちまた長州派の僧侶でこの法要を務めていくと、うんうん、そういう行事、それが三本柱ですね。今、このコロナで、はい、やっぱり、孤立をする人がまた、もともと日本のその自死者の数とかは、もう大きな社会問題、はい、特に、まあ、世界の中でもその率が高いよねっていうことで、なってたわけですけど、コロナに来てまた孤立とか、以前とはもっと違った、シーンで、そういう、人も増えているのかなと思うんですね。例えば、なんかニュースなんか見てても、若い女性の、その、自死される方の数がちょっと増えているとかですね。まあ、そんなことを思って見てますと、やっぱそういう活動ってすごい大事だなと思いつつ、うん、取り組むっていうことは一筋縄ではないよな、っていうことも思うわけですけど、実際に、関わっていらっしゃって、どんな、心持ちでやってらっしゃいます。例えば、はい。まあ、自身燃料者。はい。うん。で、燃料してるわけだから、なんか、まあ、まあ僕もそうですけど、この今やりとりをしていることを、まあ、なんか一歩間違うと、ね、実際にされてしまったり、そしたらなんか自分がそのね、この対応で取り返しのつかないことをしてしまってるんじゃないかとか、すごいこう、人によってはものすごい重さを、重すぎる、重さを感じて、なかなか、まあそもそもちょっとそこに触れられないみたいな人もいるかと思うんですけど、その辺どうですか？やっぱりその最初誘われた時に一旦断ったのはそういった思いがあったと思うんですけど、うん、その後はどうかな。もちろんこの実施燃料者から相談を受けて実際にその後連絡来なくなって実行してしまった方もいるかなとは思っ、明確にそうって方は今のところ僕の中ではいないんですけど、うん、会員の中ではあるみたいですし、うん
うん。でも、とは言っても、何でしょうね。やり続けてる気持ちとしては、うん。うん、やらざるを得ないなのかな。うん。もう知ってしまったからには見て見ぬふりができないというか、うん、そういう気持ちで。で、あと僕らの、例えばそういう自身に関する、遺族の支援とか、そういった NPO とか、いろいろ団体もあると思うんですけど、はい、この宗教者の強みっていうのは、その、自死という結果を迎えてしまった後でも、なんて言うんでしょうね、うん。私たちの後ろには仏様がついててくれてるっていう。うん。うん。その宗教、仏教がないと、自死っていうのは、まあ、医療の現場でもそうですけど、もう、終わりというか、敗北というか、はい、そこでもう、最後となってしまうと思うんですけど、うん、宗教者としては、その先が、先も関われる。はい。うん、そこが、まあ、強みかなと思ってます、うん。はい。そこがあるからこそ、その先っていうものがあるからこそ、その場にも宗教者として、まあ、立ち続けられるっていう、うん、うん、ことですよね、うん、まあ。きついですけどね。うん、いや、きついけれども、それがなかったら本当に、はい、うん、きついですよね。うん。その死が、要は、病院とか医療でも結局死は最後はやっぱ避けられないものなんだけど避けるべきものであり、ええ、でそれはまあ失敗敗北であるっていうことになってしまうわけですもんね。そうみたいですね、うん、医療の現まあ今だいぶ変わってきたみたいですけど、うん、一昔前はもう失敗敗北という捉え方をしてたみたいです。うん、そう、うん、そうですよね。はい。でもその、念慮する方も、まあ、動機は様々だと思うんですけど、はい。どうですか？その、うん。死にたいっていう思いの、その、裏側にあるもの。なんか、もちろん全部個別だから、一概には言えないと思うんですけど、はい。よく死にたいっていう人に、いや、ダメだと。命は何よりも大切なんだから、そんなことしてはいけないっていう、まあそういう人もいますよね。そういうふうに、まあ教え諭すというのか。はい。うん。でも、いやいやと。それは、まあもちろんしてはいけないって言いたくなる気持ちもわかるけど、でも誰だって別に本当に心の底からしたいわけじゃないんだけれども、でも、もうそれ以外に選択肢がなくなってしまう。もうそうとしか思えなくなってしまうような、まあその要因はいろいろ環境だったり、人間関係だったり、まあいろいろ、自分自身のね、身体的な苦痛とか、まあいろいろ、あるんだけれども、そう追い込まれてるからそうなんだから、ダメだって言っても、いう話でもないっていう。まあそんなこともよく聞いたりするんですけど、ここら辺、いろんな、方の、接していらっしゃって、どう思われます？そうですね。結構僕たちの会に、この悩みとして寄せられるのは、うん、実は宗教者に傷つけられてくるご遺族っていうのが多くて、要するにこの家族が自死で亡くなったその総理の法話で自殺をした人は地獄に落ちるんだとか救われないんだとか、そんなことを言ってしまう、うん、まあ宗教者というか僧侶が実は少なくなくって、だからさ松本さんがおっしゃったみたいに通り一遍の命は尊いんだからそういったことはいけませんっていうのは、そんなことは重々分かった上で、うん、でも命を絶たざるを得なかった人や、家族をそうやって失った方が、まあ以前は日本で年間3万人、今ね、だいぶ減りましたけど、でも2万人前後、いる、うん。そこに対して、まあでも、これもおっしゃる通りケースバイケースで、
大体自死に至る方の悩みっていうのが一人平均4つって言われてるんですよね。ああ、そうか。一個この何か悩みでっていうのはなかなかなくて、4つの重い悩みが絡み合うと自分でこの糸口を見出せなくなってしまって、死に至るというケースが。ねえ。だから僕たちとしては当然その物理的に問題解決ってなかなかできないんですけども、うん、でも、まあ、とにかく話を聞いて、で、話を聞いてるうちに向こうが、あ、こことここ切り離せるって気がついたりとか、うん、その4つの絡み合った問題が少しこう、ほどけるということですね。はい。うん、あるいはその対話を続けてる中で、当然この世の中がこの諸行無常ですから、あ、4つの重い問題のうち1つが解決したり、ちょっと軽くなったりして、うん、それで、あ、別にそこまで命まで立たなくていいやと思い直したり、うん、だからあんまりそのできること、問題を解決全部してやるぜとか、そんなことは到底できないんですけど、その人が生きよう、あるいは死ぬことをやめようと思える、まあ、伴走というか、手伝いというか、うん、そういうことができればいいかなと思ってますね。いや、大変な、ね、ご活動を。村上さん、でもこれ、一人でやろうとするとまた大変ですよね。いや、一人だと多分潰れると思いますね。うん。仲間がいてみんなでやっていられるからこそ。で、なんか一回その仲間内でいろいろ調べて、それぞれの宗派の特性で、この自分自身のこのストレスというか負担をどう解、禅宗のお坊さんだったら座禅をしてみたりとか、いろいろあるんですけど、まあそういった仏教的な行為の他に、やっぱり仲間内でこの、なんていうの、共有し合うとか吐き出し合うというか、うん、そういうところが、この活動を続けられている一つの要素だと思います。うん。そうですね。ねえ。はい。今日は、じゃあこの辺で。あ、はい。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。Thank you.
大名吉祥だらに、天官の不問文芸大秘神だらに小細妙吉祥だらにを付じすあつむるところの功徳は第四教主本師釈迦牟尼仏高僧常用大師大祖上最大師に供養し立て祭り無常仏化菩提を称言す五宝の書店五宝の少者、東山の土地五伽藍尋常法、七郎大元尻菩薩、合頭の震災に執権す、小稲五ところは、コービット十九、早期収束、並びに国家将兵万法和楽、実法の改修副受長級、身体健全同年増長、北海の岩時期と同じく七尾窓かにせんこと。心の功徳は
十方上十の参謀、加戒無量の検証、十六代やらかん一切の愚部類眷属にエコース、恋寝をところ。三名六通末法、消耗に返し、五力八下群情、無償に導き。三門の二輪水天寺、国土の三歳なく朝鮮こと。霊言妙に後継たりし安にる中筋を修する桃とこれ迷い理に可能もまた悟りにあらず万能一切の脅威ごと笛ごと得してさらに相渡る叱らざれば位によって重す式元出造ことにし小元楽をことにすあんな常中のことにかない名は清濁の句を分かつ次第の章おのずから服すこのその母を売るがごとし火は熱し風は動揺水は潤い、血は剣をまな、怖い両耳は温情、鼻は下舌は乾燥、しかも一一の方において、根によって破分物、本末すべからく、衆に帰すべし。尊貴その後も、中、命中にあたって、あんなり、安相をもっとうことなかれ、安中にあたって、命あり、命相をもって見ることなかれ、命安、おのおの相対して、失するに前後の歩みのごとし、万物をのずからこうあり、まさに用途書と言うべち、自尊すれば考え、し利用すれば先歩誘うことを受けてはすべからく衆を得すべし自ら聞くおりすることなかれ側目道を得せずんば足を運ぶもいずくんぞ見しを知らん歩みを進むれば権能にあらず迷うて千賀の子を隔通信で三元の人に申す行為むなしく渡ることなかれ仰ぎ恋願わくは信じ伏して召喚の垂れたまえ常来、三道海を富士す、集むるところの主君な。美和私物大予想、式物大予想、医者不物大予想、クリソン物大予想、クナゴン無二物大予想、歌唱物大予想、釈迦無二物大予想、マカカ小大予想、アナンダ大予想、小ナワシュ大予想、バキクタ大予想、大タカ大予想、ミシャカ大予想、バシミツ大予想、仏ダナンダイ大予想、フダミッタ大予想、バリシバ大予想、フナヤシャ大予想、アナボテイ大予想、カギモラ大予想、ナゲハラジュナ大予想、カナダイバ大予想、ラゴラタ大予想、ソウゲナンダイ大予想、カヤシャタ大予想、クモラタ大予想、シャヤタ大予想、バシバンザ大予想、マネラ大予想、カクロクナ大予想、シシバ大大予想、バシャシタ大予想、フニョミッタ大予想、ハンニャタラ大予想、ボダイダルマ大予想、タイソエカ大予想、カンチソウサン大予想、大移動神大予想、大満公認大予想、大カンネノ大予想、制限行使大予想、赤頭奇戦大予想、薬三威厳大予想、雲岩頓城大予想、東山領海大予想、雲後同様大予想、同安同飛大予想、同安監視大予想、両山円環大予想、太陽狂言大予想、東杉聖大予想、不要同海大予想、短歌詩人大予想、長路清涼大予想、天道総閣大予想、摂政置換大予想、天道女上大予想、永平道元大予想、今下城大予想、鉄通議会大予想、経山上金大予想、三国伝統歴代祖師の民に仕立て祭り、神ジオンに報いんこと、Oh.
疲れ様でございました。このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。